えー、皆様こんにちはブランド買い取りロリンザの代表の寺部です、えー、この動画はですね「高が,、えーえーね、が買い取りできるブランドできないブランド偽物の見分け方この3点でお話しさせていただいております今日はですね「高が買い取りできるブランドでシャネルのバッグのお話なんで、えー、ちょっと申し訳ないんですけれども、えー、もうそんな当たり前だろうとおっしゃられる方は、えー、飛ばしてください <laughs> はい えー、今日はですね、えー、ブランドはシャネルでアイテムはこのようなバッグになりますはいえー、もちろんですね、えー、今回買い取りポイントといたしまして、えー、もうこのようなマトラセ型ですねこうキルティングをマトラセと言うんですけれども、えー マトラセ型でしたら、えー、じゃんじゃんお持ち込みくださいませ、えー、限界を超えてですね頑張らさせていただきます、えー、こちらもですねマトラセのダブルフラップ型、えー、で、えー、このようにですね中に、えー、CC マークが入っておりますよいしょちょっと失礼いたしますね、えー、それでですねこの、えー、カードなんですけれどもえー こちらは11から始まっておりましておよ,そでおよそなんですけれどもえ2007年2008年ぐらいのモデルとなります、えー、もう使われお使いになられた形跡が全然なくですね角もとても綺麗ですねはい、えー、こちらのようなですねシャネルと分かる外装でシャネルと分かるところはここだけになるんですけれども、えー、このようにターンロックを閉めると ちょっと邪魔してほとんど見えなくなっちゃうんですね、えー、こちらに「シャネル」という文字はございませんえー、で,で,ですがですねまあ見る人が見ればもう一目でシャネルと分かるようなアイテムとなっております、えー、チェーンなんですけれども丸型のトリプルリング、えー、3つをですね縦に繋いだような仕様となっておりますはい え今日はですねあ、えー、シャネルのお話なんですけれども、えー、カードがなくても全然大丈夫です、えー。シャネルリペアセンターというところがございまして、えー、千葉にあるんですけれども、えー、本物でしたらカードがなくても、えー、修理やメンテナンスは行ってくれます。あもちろんですね、カードがあれば、まあいい越しえー、高値がつくには越したことないんですが、えー、カードがなくても大丈夫となっております。はい え今日はですね、シャネルのショルダーバッグについてお話しさせていただきました。えー、今後もですね、えー、シャネルのお話、取、えー、らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、今日のブログ、えー、ブログには、えー、シャネルフォクシーブログ、えー、セレブブログというのがございまして、えー、概要欄に貼っておきますので、よろしければそちらをご,ご覧になってみてください、えー。その他のシャネルのお話もさせていただいております。 はい、えー、最後までご覧いただきましてありがとうございました、えー、よろしければチャンネル登録もお願いいたしますはいそれでは失礼いたします。